なんでね、ちょっと結構もうメイクとかボロボロなんですけど、マスクとかさ見て、この爪これなんかいろいろあって こんな色になったんだけど、まあそれは瀬戸チャレの番組内でいつか明かされるでしょう。この真っ青な爪指今日は体力を使いました。そう、今日はねポノでお仕事でした、矢野さんと。だから全然メール送れなくて申し訳なかった。なんかあんまりなんだろう、メールをなんか楽屋の電波が悪くて、で外ロケとかもずっとあったんだけど、外ロケ中携帯持てなかったから今日メールがめっちゃ少ない。もう帰りにねいつ送ったんだけど届いてないなって思って、私10時過ぎて送っちゃったのかな、そんなことないと思うんだけど、なんか今日一応3通送ったんだけど2通しか届いてないので、明日はいっぱい送りたいと思います。申し訳ない、ごめんなさい。まあ、でも遅くになって届いても困るんだよね。今日ショールームしませんって書いてたから。ノエミの永田しおりちゃんが桃前取り始めたそうです。今日からなのかな、しおりん。でも今日の私はちょっとあんまり遅れてないからごめんって感じ。明日いっぱい送ろう、嬉しい。なるほどね。今日手持ちです、ごめんなさい、ちょっと揺れてるかも。そっかそっか。15分ぐらい10分ぐらいしたら終わろうかな。いやほんと疲れた疲れた。さっきコンタクト外したからちょっとコメントが近くないと見えない。お腹すいた。もうお腹はね全然いっぱい全然いっぱいなんだけど、眠くて朝が早かったからすごく眠いです。てかもう本当あれですね、マスクしてるからなんかマスクして写真の時だけ外すみたいなのが多かったから、すごいなんか直してはメイクを直してはマスクつけ直してはマスクつけを繰り返してたから、なんかすごいもうボロボロお肌のメイクがボロボロです。困ったな。まあね、ちょっと私も早く寝たいと思います。今日は疲れちゃった。みんなもどんな水曜日だったんでしょうか。鼻のあたり赤くない？鼻はねいつも赤くなる。なんかマスクで擦れてる、擦れてらって言ってた。マスクで擦れて赤くなっちゃう。メイクが取れる。そして、困ったね。明日のご予定は、明日お仕事があります。まあ、お仕事前に美容院に行けたらいいなってくらいかな。まあでもお仕事は夕方からだから。ゆっくり眠れる今日は暑い、今日は暑いよ。野菜ジュース飲んで野菜ジュース飲んでたくさん寝て肌を休めよう。野菜ジュースね、今日ほのたんさんからもらったの、なんかパックと野菜ジュースくれた。飲もうかな。あんまり野菜ジュース好きじゃないんだけど、せっかくだしこういう機会ないと飲まないからさ。今日広島ね29度だった最高気温。めっちゃ暑かった。もう日焼け止めでベタベタしてる体も。
そう、なんかほのたんさんね、いろいろくれた、優しい全国的に暑いのかな。なんか今日、なんだろうね、外に出た時に、夜の外に出た時に、なんか今までこう寒っていうなんか肌寒さが今日はなかったから、あー夏になってるんだなと思った。なんか夜でも暑いみたいな、最近はね、なんか夏を感じてもだいたい朝晩は寒かったから、今日はねもう夜もなんかさ寒くないというか暑かった、もわって感じでしたね。え、夏来るね、気をつけよう、熱中症とかいろいろとね。こまめに水分とって、水分取ります。みんなも気をつけて、まあ、今日めっちゃもう早いんだけど終わろうかな。明日はね普通にいっぱいしようかなって思ってる。今日はねもうなんか眠すぎて頭痛くなってきたあ、爪が汚れてる、これ取れないんだけど、どうしたらいい。これペンキとかじゃないの、あのね食紅もうね、なんかすごい石鹸で洗っても何しても取れなくて、もう親指だけどうしようって。しかもね、なんか食紅がなんかまぶたについて、見えますかね、なんか青いアイシャドウとか塗ってないのに食紅のせいでまぶたが青いの今。これのせいで目赤いのかな、もしかしてまぶたについちゃって、なんかどうしようって。そう、見えますかね、この若干青いの、これね食紅がついちゃったんですよ。ちょっとね、なんか食紅使ってて仕事で、もうめっちゃ待ってて、食紅がパンパンパンって、なんか手とか目とかなんかもうすごいいろんなところに入ってった。皆さんも気をつけてください。色がなかなか取れなくて困ってます。ということでそろそろ終わりたいと思います。壇上読んで終わります。早いんですけど、13位から読みます。13位がロジックさん、12位が PKS 通りすがいさん、11位が寝ることさん、10位が七島屋さん、9位がモンブランさん、8位が中澤さん、7位が和則さん、6位がトニさん、5位がジェリーさん、4位が市下さん、3位がマッカさん、2位が塩さん、1位が小鉢さんでした。壇上の皆さんありがとうございました。ということで今日も一日お疲れ様でした。明日も皆さん頑張って行きましょう。生きてロロロ。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい、バイバイ、ありがとう、おやすみなさい。さあゲリラでごめんなさい。また明日お会いしましょう。バイバイ、おやすみ。